さあ19世紀の欧米諸国1確認テストです今回はこの章で勉強してきた内容を問題形式で見ていきましょう第1問まずは1番の問題から見ていきましょうさあまず空欄の A なんですけれども直前に。 直前に審査法が廃止されそしてその後空欄の A が制定され宗教差別は緩和されたとありますねさあここから判断しましょうそれがこちらカトリック教と解放法と言いますこれでイギリスはカトリックも公職に就くことが可能となったわけです そして空欄の B なんですけれども穀物法に反対そして B やブライトと来てますブライトとセットで覚えてあげましょうそれがこちらコブ,と言いますコブデンとブライトが反穀物法同盟を結成し穀物法の廃止に向けて動いていったわけです。 学校2番の問題ですさあまず空欄の A なんですけれどもまず1846年の廃止そして続いて廃止されたものがあって自由貿易主義政策が確立していきますまず空欄の A そして空欄の B が廃止されていく A がこちら国物法 そしてそれに続く形でこちら公開法となります穀物法が廃止公開法が廃止されようやくイギリスは自由貿易主義が確立していきますそして空欄の C なんですけれどもまず人民憲章を議会に提出し展開したものそれがこちらチャーティスト運動となります。 ちなみに第一回選挙法改正では産業資本家に選挙権が与えられましたが労働者にはまだ与えられなかったんですそこで俺たちにも選挙権をくれよという形で労働者たちが展開した運動がチャーティスト運動と言います三番の問題ですさあ まず空欄の A なんですけれどもフランスでは第2共和制が成立1848年の2月革命で王様が逃亡第2共和制になるそしてその第2共和制臨時政府に社会主義者のこの人が入ってきますそれがこちらルイ・ブランと言いますそしてこのルイ・ブランは社会主義者。 労働者失業者を助ける考え方を持ってますそのため国立作業場を設置したんですがこの後四月の選挙で負け作業場が閉鎖すると国立作業場の閉鎖を受けてはい起きたものですそれがこちらです六月放棄もしくは六月暴動と言います 国立作業場の閉鎖で不満に思った労働者たちが起こした運動第二共和制は早くも混乱を迎える形となります,4番の問題ですじゃあまず空欄の A なんですけれども大統領選挙に勝利した。 A は51年クーデターで権力強化大統領の力を強めた人ですそれがこちらルイ・ナポレオンとなりますそしてここをナポレオン三世じゃないかなと思った人は気をつけましょうナポレオン三世はこのタイミングからです皇帝としてはナポレオン三世彼はもともと大統領でしたので ルイ・ナポレオンと答えてあげましょうそしてその後国民投票で皇帝に即位ナポレオン3世となるそして国民から人気を集めるために対外戦争を繰り返したんですが最後 B 出兵に失失敗し権威失墜でございますそれがこちらメキシコ出兵これ以降ナポレオン3世の人気はヒューと 落ちていくことになります括弧五番の問題ですさあまずは空欄の A サルデーニャ国王ビットーリオエマヌエーレ二世の首相となった人物ですビットーリオエマヌエーレ二世の首相それがこちらカブールです そしてこのカブールが中心となってイタリアの統一が進められていくんですがまず最初に乗り出したのが空欄の B 戦争に参戦狙いは国際的地位向上ですイタリアの統一には領土的には全く関係ないでもこの戦争に参加することで顔を売ろうとしたんですねそれがこちらクリミア戦争。 ちなみにこの時カブールはフランスに接近してフランスとこの後と密約を結ぶイタリア統一戦争の布石としたんですかっこ6番の問題ですさあ今度は舞台はドイツに変わります。まずは空欄の、A、ビスマルクを 任命したプロイセン国王ですビスマルクを任命したプロイセン国王それがこちらビルヘルム一世となりますそしてプロイセンの場合はこのビスマルクが中心となってドイツ統一を目指すまず最初に彼が着手したのが B ですねこの B はその後シュレス・ヴィヒ・ホルシュタインの貴族をめぐって オーストリアと喧嘩しますまずビスマルクが最初に戦った国それがこちらデンマーク戦争となりますそしてこのデンマークから獲得したのがシシュュレスビヒ・ホルシュタインデンマーク総主権下のドイツ人が多く住む地域最初この地域をオーストリアと半分こにしてね管理しようと約束したんですがこの後ビスマルクはオーストリアを挑発。 オーストリアプロイセンが戦争に突入していきます。